有限会社大阪医療部の北村由志と申します。大阪府堺市中区にて学校制服、体操服、帽子、靴、給食エプロン等の学校医療の販売、会社制服の販売をしております。何かお探しの商品、お困りごとがございましたらご連絡ください。皆様のお役に少しでも立てれば幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は1月の12日の水曜日ということでですね、大阪堺のは雪のち曇りって天気が出てますね。まだ雪は降ってないんですけど、降るんですかね、降るみたいですかね、わかんないですけど、最高気温が7度、最低気温が2度、やっぱ寒いですね。降水確率ですか、雪の確率ですかね、50から10で出てますね。まあ、ちょっと昨日とね、打って変わって今日は、ね、ヒヤッとしてますね。まあ、昨日豆でしたですけどもね。ですね、今日も、元気で頑張っていきたいと思います。皆さん、風邪には気をつけていただけたらと思います。本日もですね、中学校の新入生の制服のサイズの受付をしております。あと、在校生のですね、制服販売、および、購入いただいた制服の使用全体をしております。あと、小学校の関連商品の販売、会社制服の販売の対応もしておりますので、よろしくお願いいたします。営業時間は10時から7時までとなっております。あと、手洗い外感染症対策ですね。あと、換気のも気をつけながら、皆様のご来店をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。寒いですね、本当に。今日の外ですけども、こんな感じで、本当になんかずーっと真っ白けですね。皆様、いい水曜日をお過ごしください。